はいどうも、ふなさんです、ね。ちょっとお久しぶりな感じですかね。ね、まあ今日はですね、最近ね、経済のね、流れもね、一向に良くなりません。で、もう消費税の決断なんかもね、まあ今日が5月の、末日ですけれども、まあまだね、はっきりとした、回答はないんですけれども、まあ今のね、こう世の中の感じ、それから、まあ、政治家のね、動きなんかを見ていると、どうもサプライズの動きは、まあありそうには見えないなという状態なのかなとは思うんですけれども、なので、まあ、日本の経済ね、ものすごく鈍化して、ものすごく停滞しているというのは、まあ、今までも、そして今も、ね、変わらない。で、これからはどうなのかというと、まあ、もちろん期待は持てないという状態だなという現状なんですけれども、まあ、最近ですね、デフレが悪いとね、僕はまあ常々ずっと言ってきてます。でデフレを解消するためにはということで、まあそもそものお金のシステムってどういうシステムなのかで、税金って何なのかとか、まあそういったことをね、解説してきました。で、それをね、どういうふうにしてすると解決するのかとか、まあどういう考え方を持っていくべきなのかとかね、まあそういったお話をしてきたんですけれども、まあそういうね、話をしっかりと理解される方、非常にたくさんね、いらっしゃってですね、まあこれはこれで僕はすごく意義高いことだなと思います。で、中にはね、なかなかこう納得できない方もそれはいらっしゃいますよ。いらっしゃいます。で、どうしてもね、こう一つのね、固執した考え方から抜けられないなんていう方もいらっしゃいます。で、まあそういう方が、まあ、徐々にね、こう正しい知識、情報というのに触れていきながら、まあこう、あれ俺の言ってることおかしいかなっていうのを徐々にこう薄めていければいいのかなとは思うんですけれども、いかんせんね、じゃあ世の中のその仕組みであったりとかサービスであったりとかね、まあ、そういったことをね、こう考えて、で、実施していく、ね、その大元というのは、やっぱり政治なんですよね。その政治家たるや、どういう考え方でね、政治を行っていかないといけないのか、はたまた、どういう人間が政治家として向いているのか、というかもうどういう人間が政治家になるべきなのかとか、まあ、そういうところ、根本的なところですけども、そこものすごく重要だなと。でもそこですよ。だってね、まあこういう、まあ僕のね、チャンネルとか見ていただいている方、まあもちろんね、そういう考え方の方が多いんでね、まあ分かりきったことかもしれないですけど、やっぱりね、私利私欲にまみれて、ね、自分のその、ま、地位とか名声とか金とかね、ま、そういうものをがめたいという目的で、ま、政治を行うとね、やっぱり政治じゃなくなるんですよね。はい。もう、国というシステムを私物化する、ただの愚行にしかならないわけですよ。で、政治って何のために行うか。もちろんですね、まあ、健全な国家運営と、で、まあ、国民を、こう、まあ、こう、休んずると。ね。正しく、こう、豊かに暮らしていくための、まあ、最も重要なポストなわけですよね。それを行っていく。まあ、そこに自分の名声であるとか、地位とかね、まあ、はたまたお金とかね、そんなものはもちろんついてくるべきではないし、ついてくるはずがないんですよ。まあ、そうやって、後々、結果論として崇められることはありますけれども、ポストについた、その要人になった、イコールこの方はすごい、なんていうね、そういう価値観ではないわけですよね。まあ、ですけれども、まあね、誰とは言いませんけどね、はい。ね、そういう方多いですよね。多いですよね、っていうかね。まあ、うん。まあ、圧倒的にそういう人の方が多いな、と。
感じるんですけども、まあそこがもうそもそももうねえおかしなことを招く、まあ、最大の要因だなというのは、まあもうあの日を見るより明らかだという話なんです。でまあそういうことにね疑問を抱いてですね、まあ政治哲学って何なのかなとかっていうことをまあこうまあいろいろ考えて勉強してっていう、まあ、数週間やったんかなというところで、まあ、ちょっとね自分なりにちょっといろいろ調べたいこととかがあってですね、まあ、ちょっと動画投稿ができてなかったんですけども、まあその間にですね、まあ、その政治をこうね行っていく上でですね、どういう人材でどういう考え方をしていくべきなのかで、世の中ってどういう風になってるのかということを、まあね数週間というね短い期間でしたけれども、まあいろいろこう勉強させていただいてね、やっぱりちょっと勉強しただけですよ。まあこのね勉強もねどんどん続けていこうとは思うんですけれども、ちょっと勉強しただけでもね、まあ今のそのね行われてる政治というのが、まあこんなにも歪んでいる原因ってここなんだと、こういう考え方が原因なんだということがね、もうすごく見えてきました。やっぱりその政治に対しての哲学を持ってる政治家というのがやっぱり少なすぎると。はい、まあ、哲学ね、まあ自分哲学ってまあ難しく聞こえますけど、要するにまあ人として道理として正しい考え方なんですよね。例えば まあ荒い例ですけど、まあ一本道があってね、二手に分かれている道、自分は車に乗ってるわけですけど、この車がね一気にこうブレーキが効かなくなったと。でこのブレーキが効かない暴走車、道は二つしかないと。で右に行くとたくさんの人が歩いてる、で左に行くと大きな壁で、右に行くと自分が死なずには済む、ただ大量に人は殺してしまう、ただ左に行くと誰も人は殺さないけど自分が死んでしまうと。さあどうするべきでしょうというね、究極の選択があったとしたら、人としての道理を追求するなら左に曲がるのが正解なんでしょう。でもまあ自分のことをね、優先的に考えるのならば、人を引いてですね自分が助かることが、正解なんでしょうという話で、じゃあこれ政治家はこの道右か左どっちを選ぶべきですかというと、正解は左なんですね。はい、人のために自分を犠牲にしても人のために、尽くすことができると。まあただね、今の、まあ政治家さん政治屋さんを見てみると、まあ、右折している人が大量にいるというところでですね、はい、まああの哲学を持ってる人というのはねものすごく少ないなと感じます。デフレを脱却したい、もちろんそうです。でデフレがいろんな数々の問題を引き起こしているのはもう明らかじゃないですか。でそのデフレを解決する糸口なんて山のように存在しているのにもかかわらず、解決方向に一向にこう、舵を切らないね。はい、まあということはですよ、はい、まあさっきの話で言うと右に曲がる人なのか左に曲がる人なのかで、右に曲がる人ばっかりなんですね。だから一向に改善されないわけですよ。いろんな解決方法を見出していってもですね、結果私利私欲にまみれた政治家がのさぼるこの世の中の限りは、まあなかなかね、こう自分たちが理想とするというか、自分たちが最低限理想とするですよ、高望みはしない、最低限理想とするところまでもまあ到達しづらいで、まあなんかこうそういうことを考えててものすごくもどかしくなるわけですよ。だからねえ、その最終的にですね、こうたどり着くのってもう稼げへんとか、もう金で困ることばっかりやと、もうどんどん貧乏なるやないかいとか、まあ
目に見えてこう削られていってるわけじゃないんで、実は削られてるっていう状態なんで気づいてない人もいっぱいいますよね。ね、例えば給料は下がってない、上がってないけど下がってない、だからまあ貧乏になってるとは思ってない人っていっぱいいるんですよね。でも蓋を開けてみるとですね、まあ、例えば20年前と比べたらどれだけね、自分たちが生きていくためのコストがかかっているかということを考えると、給料は変わってないのにコストはかかっていると、結局これって貧乏になってるのと一緒ですよね、はい、でもそういうことってやっぱりね気づかないし、気づかないようにやってます、はい、上手にね気づかせないようにしてます、で貧乏にしていってます。でまあまあまあマインドコントロールされてる日本人がかなり多いんですけど、そうなっていくとですね、最終的に稼がないといけないとかね、まあ、そういうところにも価値観がなくなっていくような気がするんですよね。もう無理やって、それはどん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 気づいていきますよ。だって僕も20年前になって全然気づいてなかったですよ、ね、で、なんか自分の人生の展望みたいなのを立ててですね、でまあその当時言ったらまだまだ僕クソガキですから、成功モデルっていうのがやっぱりこうまあお金を少しでも稼いで、で、まあいい車に乗って、でまあそこそこの年齢になったらマイホームを持ってですね、で、まあ旅行なんかをしてですね、でまあね、それなりにこうね結婚式とかもね、風に挙げてですねとかね、いろいろこう青写真は描いてたわけですよ。でそれがもうその人生として大成功かどうか分かんないですけど、普通に成功するモデルだと信じてました、はい、でもですね実際ですね、まあそういう風にやることに対しての価値ってどん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 削がれているというのが、まあその現状なのかなという気がしてしょうがないんですね。というのが、そのまあもちろんね、アホみたいに金持ってる人今はどん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 お金使うべきなんですけど、まあ無駄遣いというやつですね、するべきなんですけど、でもねその無駄遣いもね、その負け惜しみうんぬんっていう風に捉えられてもまあどっちどうでもいいんですけど、自分が思うのはそのね、だっていくら稼いでもですよ、ね、いくら維持させても稼ぎを多くしても、椅子取りゲームはどん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 続くわけで、でその椅子が増えることは今の世の中で考えにくいと、減る一方の椅子取りゲームで、そうやってね、まあ、同じ日本人で同じ道ね、同じ人種で、ね、同じ境遇の人たちと削り合わない、奪い合わないといけない。ね。まあ、なんかもう不毛な戦いをしないといけないわけです。でも、飯食っていく。ね。カロリーを摂取していくためには、しょうがない。やらざるを得ない。削らざるを得ない。ああ、もう馬鹿げてるな、っていう価値観を、やっぱりね、どん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 こう、広まってきたのもまた事実です。はい。そういうことに気づいていった人、気づいてきた人たちがここ数年増えてきています。なぜかっていうと、もう絞りすぎたんですよ、はい、もう政治家もそうやしね、まあいろんな人たちがもう絞りすぎた、絞りすぎて気づかせない方が良かったと思いますよ僕は。でも気づいてしまうところまでもうちょっと削りすぎてますわ、はい、でちょっと待ってと、まあ、高級車って正味しょうもないとか、まあ正味どう考えても賃貸で良くないとかね、いまだにあのマイホームの方が絶対いい論者っているじゃないですかね、まあそれはね景気がバンバン良くて、ね、土地の価格がどん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 上がっていって、まあ物価、まあほんまに要は建物のね価格が上がる時代ならね、利回りがね発生したりとか、まあ、損しないっていうね状態は、まあありえます、うん、でもこうやってね買い手がどん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 少なくなって、まあ、人口減少もありますしっていう状態で考えますと、やっぱりねどう考えてもね、うん、持ち家ってやっぱり辛い
部分がありますよね。っていうのがなんでなのかってもう考えたらすぐ分かるんですけど、ね、今カーシェアとかね、まあシェアハウスとかね、シェアシェアっていう言葉がどん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 溢れ返ってるじゃないですか。でマイホーム買った人もシェアとかしてるわけですよ、ね、例えばメルカリとかジモティとか、まあ、ヤフーオクとかでもいいですよ。あんなんだって要はお風呂ですよね。お風呂を安くで売ってくれと、ね、お下がり品ですよ、はい、シェアと一緒ですよね、まあ、シェアリングエコノミーの一環ですよあれも、ね、そういうものを要はシェアを推奨してるわけですよね。でも家は持ち家がいいよなっていうイデオロギー先入観で、まあ、そういう価値観を植え付けられてるんですよ、もう小さい頃から。で家はマイホームにするべきだとかね、車は自家用車を買うべきだ、しかもいい車を買うべきだとか、家族が大きくなったらこんなミニバンにするべきだとかね、4人家族やのに8人乗りにするべきだとかね、わけわからん刷り込みがもうどん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 行われてですね、結局ですねその部分に至ってはまだまだね、消費、傾向がね、こう、まあ、刷り込まれてしまっていると。まあでもよく考えてみると、まあ賃貸っていうのはそもそもシェアですから、はい、レンタルなんでね、はい、で要するに景気が悪いからいろんなものがシェアリングエコノミーされていくというのがこう社会通念になってきたわけです。でもマイホームは家賃は払うのがもったいないとかどうのこうのでっていう話がありますけれども、はい、シェアの方が得なんですよ。まあこれね、まあ、経済学のね、まあグラフなんかにしてみると一発でわかるんですけど、まあちょっとね、まあそんなことをするまでもなくですね、まあマイホーム今買うのはやっぱりちょっと、まあ、得策ではないということはまあまあまあご存知の方たくさんいると思うんですけども、そうです。でまあそれだけシェアっていう時代なんですよ。はい、ということはですよ、自分で所有するという価値観がそもそもナンセンスになってきたんじゃないのっていう、所有欲っていうものがやっぱりねどん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 削がれている。若い方なんかで言うとそういう価値観がものすごく強くなってきてますよね。はい、確かにね、好きな人とね、まあ、一緒にいたい、でそういう人と結婚をして家庭を築きたいというものはこれまた所有欲とはまた別です。でも後のもの、まあ、先ほど言った、ね、所有という部分に関しては、まあ、これ欲望なんですよ。要するにそこに対しての価値をこうどん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 作り上げた社会があって、その価値を手にしたものがイコール偉い成功者という先入観を作ったわけですけども、実はそうじゃなくねっていう世代が今の若者の世代なんですね。僕はね優秀だなと思いますね、その考え方、うん、意味がない、まさにそうです。で例えばですよね、まあ僕らの世代でもいいですし、もうちょっと上の世代でもそうですけどね、まあ僕は軽自動車を乗っててですね、で友人と待ち合わせして友人がベンツに乗ってたと、ね、だからこの友人からしたら、おお俺ベンツ乗ってるぞと、どうやね、でまあ僕なんかでもそう擦り込み世代ですから、うわお前ベンツ乗ってるすごいなと。でもね、そういう価値観がない子、まあこれから生まれてきた子なんかどん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 そういう価値観がなくなってる子ですから、ベンツに乗ってこようが何だろうが、あ車だ、あ車に乗ってるんだぐらいでしかないんです。だからそのお前は価値を分かってないじゃなくて、逆にそんなものによくそんなお金払えるね、すごいねあなたの価値観って、お前が価値分かってないっていう逆転現象が起きてくるわけですよね、これからってね。え面白いなっていうか、それが多分普通なんですよ、正常なんですよ。今までのその成功モデルとかっていうのがちょっと異常すぎた。でそれって経済成長してたらね、異常な成功モデルっていうのが存在して、まあ、しかるべきかなと思うんですよ。欲望がでかくなるっていうのもね当然だと思いますし、でそれが衰退した、
社会を作ったわけですから、衰退させたのならそこのモデルも変わっていくよね、当然だよねっていう話で、ね、まあまあ今まだねこう、まあ、その成功モデルっていうのにしがみついている世代がのさぼってますからね、まあ政治家含めね、各経営者なんかもまだまだねそういう価値観の人間ばっかりですから、まあ、それはねまだまだその欲望を満たすぞという考え方が、最優先されていくと思います、はい、でも世の中のその考え方、まあそういう人たちよりももっと若い世代の人たちっていう価値観が変わってるからこそ言うこと聞かないですよね、もうね一種の反乱でしょこんなもので、言うこと聞かなくなってこの分からず屋がバカチンガってなるわけですよ、上の世代は。でもそれ上の世代というよりもその価値観が古臭い成功モデルの人たちですよね。で今のじゃあ若い人たちというかね、まあ、そういうそこに価値観を見出してない成功モデルとして、まあこう価値を保有してない人たちっていうのは、幸せっていう形がその自分さえ良ければいい、自分が勝てばいい、競争に勝つんだという気持ちが満たされることが幸せじゃなくて、とにかくこういろんなものを共有し合ってその価値観を共有する、なんか存在意義であったりとかね、相手のことも認めるし自分のことも認めてもらいたいっていう、その一つの体験であったりとかいろんなものをこう共有できること、まあ、そこにねこう幸せ、まあ、幸福感みたいなね価値観が生まれている、うん、だからそのお金を稼がないといけないこともないですし、なんだったらねアルバイトをしてフリーターの中で、どうやって豊かに生きていくことができるのかということをこう考えさせられる世の中で、その中で導き出した答えなんで、まあもうよっぽど優秀だなと思います。なのでなんかね、まあ今までね、このねチャンネル見ていただいてる方とかっていうのはおそらく古臭い成功モデルの中で生きてきた人たちでしょう。でまあそれに対して違和感を抱いてる方もたくさんいらっしゃると思います。で今までの成功モデルが間違っているっていうのはもう世の中の流れが証明してくれてますから、なのでねそういう価値観を持ってる人っていうのは大いにこれからね、もう舵切っていったらいいと思いますし、でなんかねつまらんとかね、なんか虚無感とかにね駆られる世の中ですよ。だって金を稼げない人はイコールで無価値だみたいな世の中のね、イデオロギーがね存在してます。それも一定層の年齢の上の人ですけどね、はい、ですけれどもねよく考えてくださいよね、わけのわからない社会システムがどん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 作り上げられてですよ。でそのわけのわからん社会システムって要するに強欲欲にまみれた主戦度たちが作ったルールですよね。お金大好きで権力大好きな人たちが作ったルールの中でまともなね心精神ねモラル持ってる人間が成功できるわけないですって。だってどん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 椅子は減ってってるわけですよね。ということはどん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 奪う力を強くしていかないといけない。そういう力をどん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 パンプアップさせていかんとあかんわけですよ。鍛えていかないといけないわけですよね。そんなことあります？奪う力をどんどんつけていかないといけない世の中ね、これモラルからしたら反してますよね。ね、弱気をくじいていくという世の中ですから、はい、ね、周りの人を豊かにしてで豊かな地域を作って幸せにしていくっていうのが本来の地域社会とか社会貢献やと思うんですけど、じゃないですよね。隣のライバル潰したるでとかね、あそこの客奪ったるでとか、ね、この客からもっとむしり取ったんでとかね、ね、
老人は金を蓄えとるから、あそこには埋蔵金がいっぱいあるんやと、あそこから金むしり取ったりとかね、そんな考え方ばっかりですよね。ねえ、富裕層をぐーっと探すっていうね、でそこにピンポイント狙い絞って、もうね、必要なまでのねアプローチをして、なんとかこっち振り向かして、ここやっつったらね、もうスタッフとかみんなつぎ込んで金を取りに行くっていう、わけわかんないですよ ね。こういうモラルの人たちが勝つ世の中なんですよ。だからちょっと言い方悪いですけど、ちょっと精神的におかしい人でしか無理っすよ、今その成功するって言われているもんなんて。だからまともな人間なんて成功しようないです、ちょっと異常者ですよ。でないと奪えないですって、そんなもん。隣潰す弱肉強食やとかね、ね、資本主義社会はそうなんだなんていう、まあ、そういう時だけ都合よくそういう風に言うんですよ。資本主義って何かも分かってないのにね、はい、勉強もしないのにそんなこと言うんですけど、なのでおかしい人しか勝てないです、これは確実ですわ、はい。なのでね、いや俺金ないから全然稼ぎも増えてないしとか、最近も稼ぎ全然とかね、事業失敗したとかね、いろんな人いると思うんですけどね、そうじゃない人もいますけどね。でもまあある種健全ですよ、はい。だってそこにモヤモヤしてるからこういう動画を見てるわけですし、何が本物なのかってね探してるからこそたどり着いてるでしょうし、で多分耳障り悪い人はここまで 見れてないし、僕のチャンネルなんて見れてないし、これに対してもね、ファックだね、うるせえなんだこいつはって言ってね、はい、まあ、批判するでしょうし、なのでまあまあまあなんか最近ね、まあそういうなんか、うん、まあその鉄人統治論とかね、まあそういうね、ちょっと哲学的なことをね、こうちょっと第一性統治論とかね、そういう勉強してたんですけれども、まあ、そういうのを経てね、やっぱりそうやなって確信、まあ、そのモヤモヤしてたものっていうのはちょっと確信に変わってきたんで、おかしいやろこの世の中って、でなんで俺こんなんやねんって思ってる方まともっすよ、まともです、はい。そうやってどん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 ね、超えていく人、まあ僕の動画でもあるようにね、竹中平蔵のような人たち、自分にとって得なことばかり行っていける、まあある種の精神異常者ですよ、はい。まあ、そういう人にならないっていうね、そういう人になってない自分は幸せ者だなって思うのが当然の価値観だと思います、はい。なのでね、今日はちょっとね、最近ちょっと勉強漬けでですね、なかなか動画が撮れてなかったね、申し訳ございませんでした。まあこれからもね、まあ、ちょっとね今ねちょっとねこういろんなね勉強してるんで、ちょっと頻度がね落ちちゃうかもしれないですけど、これもねもっとね正しいね、情報を皆さんにねご提供できるようにするために、ちょっと今ね勉強をちょっとしたりとかしてるんで、まあまあまたね、提供するときはダーッと提供していきます。あとですね、まあなんかこう、まあ、大阪にねお住まいの方になっちゃうんですけれども、例えばですよ、僕でもいやどう考えても正しいやんこっちの方がっていう考え方を言っても、まあ圧倒的に異常者扱いされるわけですよ。何を言ってんねんと。例えば世の中にそう借金がないとかね言ったらね、もう袋叩きですよ、はい。でも概念としてはね、まあ、そうであって、その正しい知識っていうものを持ってる人の方が圧倒的に少ない、はい。で自分の周りでもね、そういうシェアできる人が少ないでとかっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですよね。なので、まあ、そういうコミュニティをね、まあ、こう作っていくというのも僕ものすごく大事だと思っててですね。で
まあそういうね勉強したいというね人たちもまあいらっしゃるでしょう。まあなのでね、僕のねこう動画とかもね見ていただいてる方もねたくさんいらっしゃってですね、本当にありがとうございます。でまあね、なんかそういう人たちもそうですし、なんかそういう人たちにこうまあ正しい情報を提供するとともに、まあその目的もあって、さらにですね、まあそういう人たちとのこうコミュニティというかね、横のつながりというかね、そういう仲間というか、そういう人たちとこう交流できるということもまた素晴らしいことじゃないのかなというふうに思います。で、まあ知ってる知識、知らない知識たくさんあると思うんですけども、そういう情報が常に自分の周りにあるという環境づくりということも、すごく素敵なことじゃないのかなというふうに思っててですね、で、まあ、そういうのないかなというふうに、まあ、見てるんですけれども、まあ、やったら自分やっちゃえよってこうやって動画出してるぐらいならね、というふうにね、まあ、ちょっと考えててですね、まあ今すぐにじゃないですけど、ちょっと着々とね準備を進めていこうかなと思ってます。まあ詳細とかねまた決まれば、まあ、またお知らせするんですけれども、ツイッターとかでもね、ちょこちょこ上げていこうかなと思ってるんですけども、まあ要するにちょっと、勉強会というかね、そういうね、そういう会を設けてですね、まあこう、まあこの動画でもね話してることもたくさん話すと思うんですけども、まあそれ以外のねところであったりとか、まあその会場でしかね、まあ、話さないとか、まあこう直接ね、やり取りができるとかっていう部分でという。ことをやりたいなと思っててですね、でまあ会場費とかね、まあ、交通費とか、まあ、そういうのがあるんで、まあ、ちょっとだけね参加料をちょっとだけいただいてですね、まあ、ちょっとやりたいなと思ってますんで、まあ、そういうのもねまた詳細がこうねまたでき次第、YouTube とかのね下のリンクにもつけとこうかなと思ってますし、はい、でまあそれのなんか進んでいく、まあ、進捗情報とか、まあ、こんなんもやってほしいとかね、まあ、こういうふうにやってほしいとか、まあ、いろんな意見があればどんどん言っていただければいいなというふうに思っておりますので、まあ、そういうのもね乞うご期待ということで、ということで、今日はね雑談してみました。雑談動画いいですね、いいですね。こう経済に縛られないというか、まあ、経済のね話になってくるんですけど、僕アホなんでなんですけど、まあ、雑談動画いいですね。これかもね、なんかこんなね雑談動画ちょっと出していきますね。なんかライブとかねやってもいいんかなとかも思ってるんですけどね、見るやつおんのかとかねはいと思っちゃったりとかして、なかなかねライブとかねやってもいいかなと思ってたんですけど、なんかそういう声もねあればまた言っていただけたらいいかなと思います。はい、でなんかね僕自分の動画をねこう見直したりとかしてよく思うんですけど、1.5 倍速で見ると見やすいなっていつも思ってるんですよ、自分の動画をね。なので 1.5 倍速で見てる方はね、まあ、そういういらっしゃると思うんですけど、もしやってない方いらっしゃいましたら試してみてください。ということで今日は、雑談動画をお送りしました。チャンネル登録の方もね、ぜひぜひよろしくお願いしますと同時に、まあ、先ほどのね情報とかもね発信するツイッターアカウント下に、貼ってありますので、そちらの方でフォローもお願いしますということで、今日はこの辺で終わります。バイバイ。